皆様こんばんは。6月の7日午後9時5分を回ったところでございます。ビットマン TV のお時間でございます。このチャンネルではですね、仮想通貨関連の最新重要ニュースや、あとはチャート分析を通しまして、皆様の資産を10倍100倍にするようなお手伝いをさせていただきたいと思っておりますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、それではですね、本日第2部の配信を行っていきたいと思いますけれど、まだね、第1部の配信から約半日ほど経過いたしまして、第2部ちょっとかなり盛りだくさんな内容になっておりますので、まずね、メニューの方行きましょうか。まず、チャート分析が、ビットコインですね。そしてイーサリアム、でエーダコインですね。エーダコイン、そしてステラで、トロイですね。昨日一昨日やったら結構バーンとねぶち上がったと、ステラ、トロイですね、トロイ。で、その次がジムですね、ジム。で、ファイルコイン、フィルですね。で、アーベ。そして、新通貨のご紹介はね、してないんですけれども、一応、配信の中でチラッと名前がね、出てきたということで、まあ、ジャスミーが、今なんかすごい暴落をしているという状態なんですけども、ここはまあ、分析というよりもね、何が要因なのかと、ちょっと、はっきりはしないんですけれども、これかなというのはありましたのでね、そちら。で、あとは、テンセットですね、テンセット。こちらも分析は軽めに、ニュースの方がね、ちょっと重要な、ものが一つ入ってましたので、まあ、あまりよろしくないと。よろしくないんですけれども、まあ、余裕ができたみたいなね、ニュースでございます。そして、本日の重要ニュースはお3つでございます。お3つ。お3つございますので、そちらをね、お届けしていこうかなと思いますので、皆様、ぜひとも第2部の配信、楽しんでご視聴なさってみてください。よろしくお願いいたします。はい、もう内容盛りだくさんでね、もうこのチャンネル一つで全て賄えるんじゃないのかな、みたいなね、形を私目指しておりますので、頑張らさせていただきます。よろしくお願いいたします。はい。それではまずね、はじめにビットコイン行ってみましょうと。ビットコインですね。こちらでございます。ビットコインなんですけれども、ただいまの価格がですね、36,200ドル付近を推移しているような形。で、日本円で言うならば398万円あたりをね、動いていると。で、まあ、午前中の配信とね、ほぼほぼ値位置は変わらないので、まあ、第1部で言った、私、2部構成してます。1日2回配信してますので、昼ぐらいと、あとは夜ね、11時ぐらいに配信してますので、基本的には、第1部の、この1個前の動画が第1部。扱っている通貨基本的には全然違いますので、ビットコインとイーサリアム以外はですね、基本的に大きな動きがないものに関しては、全然違いますので、もしね、持たれている通貨が向こうの方にあるんであればね、ちょっとそこだけ見ていただくとか、チャプター分けしてます。ですから見ていただいてと。で、あとは、ニュースも、午前中とはほぼほぼというかもう、ガラッと変えてますから、楽しんでいただけるんじゃないのかなと思いますので、ぜひともこちらの方もね、よろしくお願いいたします。で、ごめんなさいね。午前の配信が、そうですね、収録が11時ぐらいでしたので、ここら辺付近。まあ、金額的にはもうほぼあまり変わらない。ちょっと200ドルぐらいね、落ちてきたかなという形でございますけれども、まあ、依然変わらずね、三角持ち合いの、サポートライン上推移しているような形。で、もう出来高がね、もう1時間足レベルなんですけども、もうほぼない状態に今収まっておりますねと。まあ、まあ、売り買いがね、もうほぼない状態。で、今日の朝方言いましたけれども、ビットコインに関してはね、私自身はちょっと下目線。やっぱり上がってきても、戻りでのね、売りが入ってきて、どの道落ちてくるんじゃないのかなっていうね、雰囲気的には、しております。ですから、一回は3万ドル前半をね、もう一回ぐらい試しに付けに行ってもおかしくはない様相が今、私の中ではしておりますし、あとはやっぱり、ね、なんかこう、三角持ち合いを推移しているんです。売り買いがね、拮抗していて三角持ち合いを推移しているんですけれども、やっぱりどっちつかずの方向感、下落の後のね、やっぱりこう、三角持ち合いですので、やっぱりこう、何かしらのね、一つ、すごく大きなニュースとかが入ってこないと、ちょっと難しい形がするのかなと。ただ、日足レベルでの MACD 線は右上がり、RSI、下の方ですよ。右上がり、ゴールデンクロスを起こして右上がり、RSI 値も基本的には右上がりになっておりますのでね、別に弱気な形ではないんですよ。インジケーター的に言うと、日足レベルでですよ。で、4時間足レベルで言うならば、ちょっとね、これね、MACD 線が、ゴールデンクロスを起こしかけておりまして、ゼロラインを突破しそうなので、ちょっとこうね、強気が入るかなという感じですけど、これぐらいの要因じゃまだまだね、市場の雰囲気を一掃する形ではないでしょうと。で、RSI もね、今ちょうど50付近ですので、売り方、買い方ともに、まあ、どっちも強くない、別にね。売り方が強いとか、買い方が強いとか、そういったものもありません。で、1時間足レベルに落とし込むと、
いいですか。 MacD 線はまあ右上がり、RSI 値も右上がり、特にね問題はないんですけれども、やっぱりね市場の雰囲気的なものがこういうね、チャートを形成しているのかな。結構こう相場し泣かせというかね、もうどっちに生かしたいのかわからないと。だから午前中に言いましたように、一回は逆にねもう一回バレーとね落としてくれた方が、そこついたかと、もういよいよ終わりでしょうみたいなね、もう最後の最後の短期勢のふるい落とし、ここがある可能性がやっぱりちょっとありますのでね、これがね、このチャート形状がやっぱり長く続けば続くほど、こうですよ、長期で握られてる方々もねやっぱり嫌気をさして投げる可能性がやっぱりあります。このね大幅下落ですよ、大幅下落、基本的にはこの大幅下落の原因っていうのは短期の方々のね売りが連鎖して売りが売りを呼んでブワーッと落ちてきた形で、まあ今、落ち着いてきている状態ですので、その短期勢のね、いわゆる売り買いは、まあまあ売りはね基本的に一服はしたのかなと。あとは機関投資家と、あと長期保有目的の方の握りになってますので、ここでのちょっと切り離しをね、さしていきたいのかなと、まあいわゆる保有者のね入れ替えを行っていきたいのかなという感じもね市場の雰囲気的にはしますので、そこを加味するとちょっとね下目線が有効なのかなという感じがします。ですけれどもいいですか、$34,600、この上の赤いラインをとにかく割れない限りはね、基本的にはサポートこのラインされると思いますので、まあ当然3万ドル前半のね、下掘り、深掘りっていうのはしないんですけれども、まあこの三角持ち合いを下割れした後っていうのは$34,600、ここでの攻防をねちょっと見ていきましょうと。とにかくまだまだね静観フェーズにあるっていうのは意識をしておくのがいいのかなと。今もうこの三角持ち合いの下限値にいますけれども、入ってねどの道この上限値で押されると思うんですよ。この移動平均線も上に被さってますので、そこに行く間もなく押される可能性もやっぱりねありますので、ちょっとここでね入るのはやっぱり怖いかなという形もします。それならばやっぱり前々から言っておりますように、このねちょっとごめんなさいね、引きで見ますよ。やっぱここはね意識はしておきましょう。このね下落チャンネルをこう描いているような形で、もう耐えきれずにストーンと落ちてきたんですけれども、やっぱりこのねラインの中に回帰してくる。つまりドルベースでいくなら$42,000付近、もう今で言うとドルベース、あそうですね、$42,000付近をやっぱり上抜けをしてね回帰してきた時のロングインの方がまだ現実的には、熱い勝負がね、熱い勝負というか、まあある程度利益が取れていけるような勝負ができるんじゃないのかなという感じがしますので、ロング勢であればねまだまだ静観で、俯瞰的に見ていきましょうというのが、私の推奨する今の相場感でございます。 OK でございますか。ですから、逆にちょっとこうね様子を見ながら、ちょっとまだロングをかけるのは早いよ。でショートもショートでこれまだ怖いですので、そうですね、3万ドルをやっぱり割れると、このヒゲをね割れると、やっぱりこうもうさすがに耐えきれずに2万ドル中盤ぐらいまでずりっとねもう落ちてくると思います。で上がってきてもやっぱりここでね頭を押さえつけられてバリッとね落ちてくると思いますので、戻り高値での売りがね強すぎて落ちてくると思いますので、ショートに関して言うならば、3万500ドル、まあ3万ドルを割れた後のね反発があると思います。そこでのショートをかけていくっていうのもね、一つ戦略として考えられますので、ちょっと下目線でのショートでの勝負をかけたい方であれば、今それはそれで今じゃないという形でございますね。よろしくお願いいたします。まあそれぐらいでしょうかね。そうですね、午前中とあまり値打ちが変わらないので、基本的には金額の注意点だけ言っておきましょう。はい、次行ってみたいと思います。行きます、行っちゃいます。ビットコインがキングなら、イーサリアムはクイーンでございます。キモ、お願いいたします。お願いいたします。まだまだオリジナルでいきたいと思います。オリジナルでいきたいと思います。まあね、今ね、こう相場感がね、なかなか盛り上がりを見せるのか、下割れをしていくのか、ちょっと皆さんね、こう、そっちの方に集中したいと思いますので、昨日のね、チャンドンゴン様、お前空気読めやぐらいの勢いでね、皆様思われたでしょう。まあちょっとの、気分転換にはなったのかなという形で、多めに見ていただけますでしょうか。よろしくお願いします。もしね、聞かれてらっしゃらない方は、まあ一回ぐらい聞いてみる。私のまあ最高傑作、ストーリー的な最高傑作はまあ基本で今いろいろありますよ。前田敦子様であったりね、あとは101回目のプロポーズ、あとはやっぱりね高田信彦様の出てこい山もありましたし、結構ね、あとは中山筋肉のパワー、あちらもありましたしね、結構まあ好きなのが揃っていると、やっぱり爆発的な何かがねやっぱり欲しいと思いますけれども、まあどっかしらのタイミングでね、またこうわかりますか、こうもじもじしだしたらこう入れていこうかなと。でまあ午前の配信でも言いましたように、皆様のね、気分転換になっていただければいいんでございますよ。よろしくお願いいたしますよ。お前マジでダダ滑ってんな、バタバタンバチンでも構いませんので、よろしくお願いいたします。はい、行ってみたいと思います。イーサリアムなんですけれども、ただいまの価格が2810ドル付近、で日本円で言うと30万8000円でございましょうかね、でございますと。で下のね日足レベル見てくださいよ。MACD 線しかり、 RSI しかり、まあこれもビットコインと同じように右上がり、悪い形じゃないんですよ。本当にビットコインもそうですよ、悪い形じゃねないんですよね。で、とにかく今のフェーズ的に言うならば、やっぱりね
ちょっとビットコインとはちょっと違う感じはしますよね。なんか力強さはまだあるみたいな、感じです。で、4時間足レベルちょっと見ていきましょうか。4時間足レベルね。まあ皆さんが気になるジャスミンの話とかね、テンセントの話がこの後に待ち受けてますから、早く行けよ早く行けよ、もうチャプターでパン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 飛んじまうぞお前みたいな、ちょっとだけ聞いてみてください。お願いいたしますよ。はい。あとですね、ごめんなさいね、いきなりね。MacD 戦、まあ出来高がね、今ね、4時間足レベルでちょっと少なくなってきている。MacD 戦はゴールデンクロスを起こしてね、ちょっと右上がり。まあ強気相場がね、まあ続いていくような形にはなるんでしょうか。で、陽線がね、結構ね、ガーッと続いているので、雰囲気的にはね、ここら辺のフェーズ見てくださいよ。陽線がガーッと、一回陰線つけて、また陽線ガーみたいなね、形になっておりますので、やっぱり買いはね、細かく入ってきているんですよ。やっぱりこれは、ロンドンに向けての期待値の表れ。これ間違いないでしょうね。で、あと、RSI 値に関して言うならば、今どれぐらいの値をつけてますか？60ぐらいをつけてますので、やっぱり買い方がちょっと強い感じ。で、買われすぎの領域に入ってるわけでもなく、買い方がね、強いと。これもやっぱり、何遍も言いますけれども、7月に向けてのロンドンへのね、仕込みをしている方がいるのかなっていう感じがやっぱりしておりますよ。OK ですか？で、あとは1時間足レベルでの MACD も右上がり、RSI も右上がり、特に問題ない。だから、インジケーター的にはね、本当に何も問題ないんです。てか、むしろ、ここで上がらないのがおかしいぐらいの勢い、は、やっぱり保っている状態なんですよね。で、どうでしょうかね。やっぱりね、買い渋ってる、買い意欲がね、ちょっと出てきていないのは、やっぱりね、ビットコインとの連動性による下げをやっぱり警戒しているのかな。次の大幅下落で取ろうという意識のね、方が多いのかなと思いますので、なかなか、買い渋りが起こっているのかっていう感じでございましょうね。ですけれども、これがもしね、ビットコインが、$34,600あるでしょ？あれを割れない状態で、もし6月の後半ぐらいまでずっとね、例えばレンジ相場的なものを作っていくんであれば、もう我慢できずに、イーサリアム単体だけで跳ねるとは思うんですよ。ですから、そこを見越してのね、まあ、少しでの少量での試し、ちょっとこうね、試し買いみたいな形で入れていってもいいのかなと、ちょっとずつです。ちょっとずつ。OK ですか？で、まあ、とにかくね、これ、値位置的に言うと今$2,800付近ですので、ちょっと午前中の配信よりはね上がってきたかなという形がしておりますね。午前の配信はここら辺ぐらいでした。あ、ごめんなさいね、ちょっと見にくいですね。ちょっと下下げますよ。午前の配信はまあ、収録が11時ぐらい11時12時ぐらいでしたので、ここら辺付近ですね。ちょうど、ここですよ。ちょっとごめんなさいね。はい、ちょうどこのねサポートラインの裏タッチで、押される、そして高値を結んだラインでサポートされるというこの間でもじもじもじみたいなね、もじもじみたいなのが始まっていたんでございます。で、今どっちに抜けようかなという感じですよね。で、見ていただいたらわかります？この移動平均線あるでしょ？この線が細いのが黄色、あ、ごめんなさいね、青。青が、9日、黄色が25日、赤が100日の移動平均線。基本的には午前の配信と同じように、すべてのね、移動平均線が下に待ち構えている状態にね、なっているでしょ。ですから、ある程度サポートは硬いのかなと思うんですよ。で、もうね、見ていただいたらわかりますよね、さらに言うと。ローソク足も段階踏んでね、ポンポンポンと上に上がりそうなので、やっぱりもう一回サポートライン上に回帰してからの$2,900をね、狙っていけるようなフェーズに入ってくれるかなという雰囲気はしております。ビットコインが崩れなければです。OKです。で、やっぱり、もう、まあ、どうでしょうかね。$2,900をやっぱりちょっと今回のフェーズで超えていってもいいかなっていうね、感じもするんですよね。もういい加減ね。このサポートラインと、あとは$2,900でのアセンディングトライアングルを形成していってからのポンと上抜け。もうだって、ほぼほぼ煮詰まってるでしょ。ですから、一番下ですよね。6月8。ですから、明日の夜にはもう先端に差し掛かりますので、まあ、甘めにね、つけると、まだまだもうちょっと甘めにつけると、ちょっとこう伸びるような形になるんですけれども、厳しめにつけると、こういった形です。厳しめにつけると。厳しめにつけると、ですから、明日の夜、もしね、これ上に戻ってきた場合、明日の夜の9時ぐらいには、先端に差し掛かりますので、どういった形で、また割れ込んで、このラインをね、サポートとして来るのか、ちょっと伸ばしますよ。このラインを、高値を結んだラインをサポートとして来るのか、もう上抜けをしてね、$3,300付近。もしくは3300から$3,400付近のフェーズを狙っていくのか、まあどちらかにね、なっていくでしょうから、直近でのちょっと注目はね、まあしていってもいいのかなという感じはね、しております。まあ甘めにつけると、まだまだアセンディングトライアングル的にとこういった形ですよ。ちょっと、もうちょっとね、日数かかるかなと。6月の11日ぐらいですので、OK ですか？ですけど今これね、ちょっと押され具合を考えると、やっぱりここでね、押されているじゃないですか。ちょっとアップしましょうか。やっぱりここで、こうね、高値を結んだラインを上抜けしても、やっぱりこう、ぐっとね、押されているので、やっぱり意識はされています。んで、今ちょうど、まあ、戻ってきたような形でしょうかね。ですから、2900を一旦目指すような形になるかなと思っております、これは。ですから、$2,900を超えた暁には、FX 並びに短期はですね、勝負のかけどころにいるかなと思いますので、まあ、このね、ビットコインがあまりよろしくない基調の中では、ある程度、1枚あたり$400ぐらい、5万円ぐらいのね、1枚あたりですよ。利益が取れるような勝負が、
うん、ちょっとこう2900を超えると出てくる、できるかなと。で、一旦注意してほしいのは、上抜けをしてからね、すぐ握るのはちょっと危ないかもしれないです。うん、上抜けをしてから、どれぐらいでしょうか。まあ、2900、ちょっとこう、髭をつけて戻ってくる可能性もやっぱりありますので、戻ってきた時のワンバウンド、ツーバウンドぐらいでの、ちょっともじもじってしたところら辺でロングインをしていくとかね、いう形でもいいかなと。ですから、こういった形です。いきますよ。上抜けをします。押されます。もじもじってして、ちょっと何時間かね、ずっともじもじをして、ちょうどこのサポートラインとオレンジのラインが差し掛かるところを起点にポーンとね、ポーンと跳ねていく可能性がありますので、うん、すぐ掴むのはね、それはそれでちょっとストレスがかかるかなと思いますので、ちょっと押しを確認してから入っていってもね、いいのかなと。まあ、もしね、我慢できないんであれば、上抜けをしたすぐね、に入っていただいて、逆にオレンジのラインを割り込む、もしくはこのサポートラインを割り込んでから損切りをしていくっていう形でもいいかもしれませんね。どのみちここで同じような値位置で、ちょっと待つのがね、億劫だって思う方はですよ。その方はもう割れたらすぐ、もしかしたら、わかります。サポートとして機能せずにすぐ割れる可能性もありますので、ゼロじゃないので、その場合は、すぐね、サポートラインぐらいを割れたらちょっと逃げていただく形がいいのかな。で、もう一回突破してきた時の再チャレンジで狙っていくっていうね、形がいいのかなと思いますので、そこに関するリスク、管理はね、しっかりしていきましょう。よろしくお願いいたします。はーい、次行ってみたいと思います。行きます。行っちゃいます。皆様の大好きなアルツのお時間でございます。私も大好きでございます。こちらでございます。ポチッとな。はい。エーダコインでございます。はい。エーダコインですね。で、エーダコイン、ただいまの価格が 1.72 ドル付近をね、推移しているような形になっております。はい。で、これも日足から、ちょっとこう、辿っていきましょうかね。ちょっとね。重要、もうヒゲがブワーっとなってるんですけど、重要なライン、まあまあまあ、マックD線はまあ、今ね、平行になりかけている。RSI はちょっと上向き。うん。まあ、ただ、50のラインをさまよっているので、売り方、買い方、どちらが強いか、そういうわけでもありません。うん。ありませんよね。で、こちら。やっぱりね、いいですか？この、ちょっとごめんなさいね。縮小がされないので、ちょっと左に行きますよ。この、右上がりの黒いラインありますでしょ？これがサポートラインとしてね、効いておりました。で、これがレジスタンスライン。ですから、ちょっと今の値位置的に行くと、こういった形ですね。このサポートライン上にね、ちょっとまずは回帰してほしい。でも、欲を言うなら、これ何遍も言ってますけど、1.8 ドルなんですよ。このオレンジのラインを、やっぱり突破できるかどうかがね、これ重要なとこ。やっぱりほら、見てくださいよ。うん。突破しても押されて戻ってきてるでしょ？ある程度、サポートとして機能はしていたんですけど、我慢できずにガラッと落ちてきました。ですから、この 1.8 ドルっていうラインがね、相当重要なレジスタンスとして効いておりますので、ここをサポートとして上に、次のフェーズにやっぱり狙っていくっていう形がね、見受けられるでしょう。OK ですか？それはまあわかりますよね。で、4時間足レベルに落とし込みますよ。結構注意点は淡白ですね。うん。こうですね。MACD は、まあ、ゼロライン付近を推移していると。RSI も、まあ、特にね、買われすぎ、売られすぎの領域ではないと。で、今の値位置的に行くと、まあ、ここですよね。直近で言うならば、サポートライン、安値がね、切り上がっている状態ですので、このサポートラインがうまーく効いている形になっております。ですから、ある程度サポートされながらね、あとどれぐらいでしょうか？0.07 ドルぐらい上がれば。うん、ですから、日本円で言うならば、10円ぐらい上がればね、ちょうど、うん、この、斜めのね、サポートライン上に回帰してくるような形。ですから、1.75 ドル付近に、をつけてくれば回帰、うん、してくるかなと。で、そこからね、やっぱりこれ、高値は 1.8 ドルで一定値ですので、で、安値切り上げで、まあ、いわゆるわかります？うん、アセンディングトライアングルをね、作っているような形になっております。で、やっぱり 1.8 ドルを超えた後の位置をね、シナリオ的な考えでいきます。と、うん。やっぱりこのね、上昇チャンネルの上限値。ここは一旦押されるでしょうね、やっぱり。うん。ですから、2.2 ドルぐらいで、一旦は押されるでしょうけど、やっぱり回帰してくるっていうのはね、相当要因としては強いので、まあ、一旦、もしね、短期トレードとかをしたい方であれば、1.8 ドルを抜けてからの 2.2 ドルぐらいで、うん、ある程度小幅ですけれども、FX 並びに短期のね、勝負はできるかな。1枚あたり40円から50円ぐらいをね、狙っていけるようなフェーズに入ってくると思いますので、1.8 ドル。で、もし、やっぱり割れたらね、割れたら即逃げがいいかもしれないです。また、落ちてきて、ワンチャンね、ここね、サポートラインを割り込む可能性もありますので、オレンジのラインを割り込んだら、ちょっとすぐ逃げていただく。もしくは、ちょっと持てる余力がある方であれば、このサポートラインを割るまではね、ちょっと頑張って握っていただく。ですけれども、どうでしょうかね。まあ、サポートされてもう一回戻ってくる可能性もありますしね、そこでちょっとこう粘っていただける方ならいいかなと思いますけれども、なるべく今はある程度ね、損失を抑えた方がいいと思いますので、1.8 ドル付近を割れたらね、即逃げがね、いいのかなって感じもしております。とにかく、注意点、上の注意点は、注意点というか、上の、希望というかね、上昇の期待感が持てるのは 2.2 ドルぐらいでの、利確がある程度いいのかなという形がね、しております。まあ、2.2 ドルぐらいまで上がればね、あとここ抜けるだけでね、上昇チャンネル内に回帰して、抜けるだけで基本的には最高値をね、バーンと目指していくような、形になると思いますので、そこに対するね、期待感は持っていきましょう。そして、いいですか？最後。
今ね、このね、サポートライン、まあ今密集してますでしょ、ここを割れてしまうと、やっぱりね、長期の移動平均線、うん、ここが一旦は支えとなるんですけど、これも割れるとね、やっぱり 1.5 ドル付近まで落ちてきます。で、1.5 ドルっていうのは、結構硬いね、レジスタンスラインで効いていたんですよ。もう3回ぐらいこれ効いていたんです。1.5、1.5、1.5。で、さらに戻りますよ。さらに 1.5 ドル、おそらくね、かなり前のところのレジスタンスサポート系で効いた、あ、そうです。ここです。うん。2017年の年末ですよ。あの時に、ヒゲまで加味した時の金額帯なんですよ。ほぼ 1.5 ドルっていうのが。ですから、この 1.5 ドル付近っていうのがね、今意識されているという状態ですので、戻りますね。1.5 ドルっていうのが意識されている状態ですので、わかります？うん。ですから、ここでのサポートはね、結構やっぱり期待はできるんじゃないのかなと思います。ですから、割れ込んできた時の 1.5 ドルでの、分割買いのね、値打ちとしては申し分ございませんので、長期保有を考えてらっしゃる方であれば、落ちてきたら 1.5。その下が 1.17 ドルぐらいでね、差し値を置いておけば、うまい形に引っかかっていくんじゃないのかなっていうね、目測がしております。大丈夫ですか？まあ、それぐらいでしょうかね。まあ、エイダコインに関してはね、長期保有が結構私はおすすめでございます。やっぱりチャールズ・ホスキンソンさんがね、バックについてますので、やっぱりメディアによく出てくるじゃないですか。そしてあとはやっぱりアロンゾ、9月にあります。アロンゾのアップデートがやっぱりあるでしょ。あそこは注目度が上がると思いますから、今ぐらいからまあ中期保有目的でしょうか。月単位で言うならば3、4ヶ月ぐらいのちょっとした中期スパンでね、見ていただいて仕込んでいってもいいんじゃないのかなと思いますので、そこに対する期待感をね、持っていけるかなという形がしております。はーい。それぐらいですかね。エダコに関してはね。うん。そうですね。それぐらいでしょうかね。はーい。次行ってみたいと思います。行きます。行っちゃいます。はーい。次はね、ステラ、うん、ステラ見ていきましょう。こちらですね。やっぱり日本でも取り扱いがあるのでね、あらかた持ってる方もいるのかなと。で、ステラに関してはただいまの価格がドルベースで言うと 0.4 ドルぐらい、うん、日本円で言うと42円とかそこら辺ぐらいをね、つけているような形になっております。で、どうでしょうかね、ステラに関しては。冷やしレベルで言うならば、マックD線がね、ゴールデンクロスを起こしかけているので、ちょっと期待は持てるかなと。うん、で、RSI は、以前ね、右上がり、ちょっと平行になりかけているんですけど、右上がりでちょっとこうね、形成されていると。で、冷やしレベルでの中期と長期と短期、うん、すべての移動平均線が上に覆いかぶさっているというのが、冷やしレベルでのやっぱり気になるところ。で、さらに言うと、いいですか？まずここは注意でしょうね。この 0.47 ドル付近あるでしょ？この青いラインですよ。このライン上に、黄色の中期の移動平均線と赤のね長期の移動平均線がちょっと被っている状態になっているので、やっぱりここでのレジスタンス、頭の押さえつけはかなり強いものがあるんじゃないのかなと思います。 OK です。ですから、まあ冷やしレベルで言うならば、このね高値を結んだラインを突破しても、うん、ですから今のドルベースで行くならば、いいですか、 0.41 ドルぐらいを突破したとしても、どのみち 0.47 ドルぐらいでの押さえが入るかなと。ですから一旦、7、8円ぐらい上昇してまた押される可能性があります。ですから50円ぐらいですか、50円ぐらいでしょうかね、50円ぐらいでの押さえが入ると思いますので、ちょっとあまりね早急な、うん、ここを抜けたからといってちょっと入りはね、あまり大きな利益が取れない可能性がありますので、そこは注意をしていきましょうと。うん、 OK ですね。で、4時間足レベルで見るならば、うん、移動平均線がね、基本的には短期の移動平均線が今、うん、サポートとなってね機能しているのはわかると思うんですよ。青いラインです。これがサポートとなって今徐々に上にねこう向かっていこうとしているんですけれども、やっぱりこの上にね、中期と長期の移動平均線、あとはこの高値を結んだ黒いラインが待ち構えてますので、うん、なかなか上抜け難しいかもしれませんね。ただ RSI 値は結構ね、上向きになっているので、まあ、買い型の意欲がちょっとずつは出てきているかなという形がしておりますね。うん。で、あと一つに関してならば、ラインはもう一個引けますね。安値は切り上げてますので、こういった形、うん、アセンディングトラ、あ、ごめんなさい、三角持ち合いがね形成されていってるような形にも当然見えます。ちょっと今厳しめにつけてますよ。こういった形ですね。ですから、まあ、上抜けをする、あ、まあ、どの道ね、このラインを、高値を結んだラインを抜けていかないと、0.47 のチャレンジができないんですけれども、やっぱり冷やしレベルで被ってるので、押される、そういった観点で行くならば、ここです。うん、行きましょうか。ここですよ。上目線で行くならば。あ、ごめんなさいね。ですね、このライン。このライン。つまり、この右上がりの黒いね、2本のラインあるでしょ。これは、長い間、上昇チャンネルをね、描いていたんですよ。このステラっていうのは、こういった形です。わかります？それのサポートと、レジスタンスになりますので、基本的には、まあ、青いラインとね、この黒いライン近いですので、押されて割れる可能性もやっぱりあるんですよ。うん、黒いラインでの裏タッチで、サポートラインでの裏タッチで、やっぱり割れる可能性がありますので、やっぱり、この黒いライン上に回帰してから、ですから、ドルベースで行くならば、0.53 とかね、0.53 ドル付近。ですから、日本円で言うと、57、8円、うん、ぐらい。
をね、つけてからロングインをしていくのがね、いいのかな。そうすると 0.7 ドルぐらいまで一気に上が開けてきますし、この 0.7 ドルぐらいっていうのは今で言うところのね、わかります？この上昇チャンネルのちょうど中線付近にこう被るような形になるでしょ？ですから、0.7 ドルぐらいまでは上昇として見ていけるかなと思いますので、あとはほら、このラインがもう一回ちゃんとサポートとしてね、機能してきてからの、ちょっと時間はかかるかもしれませんけど、上をこうってね、狙っていけるような形になると思いますので、私が推奨、まあおすすめするのは 0.53 ドルぐらいを上抜けしてから、このサポート上に回帰してから、話を進めていくっていうのがね、いいんじゃないのかなと。OK ですか？それが上昇のシナリオ。で、ビットコイン様にやっぱり釣られますので、単体での上げでいくならばそれですよ。それですよ。とにかく 0.47 を抜けないと、まずは何もことが始まりませんので、そこはね、注意。ビットコインが崩れると、やっぱり、ステラも崩れます。これは間違いないでしょ。ですから、ビットコインが下割れを起こすと、ステラはどこまで落ちるのか。まあ、一旦はね、このヒゲ部分で止まると思うんですけれども、0.28 ドル付近で止まるでしょ。ですけれども、その下の 0.22 ドル。ここが最終的な防衛ラインとしてね、押さえておいていいんではないかと。ここできちんとサポート。わかります？左側行きますよ。はい。レジスタンスされておりますね。トップをつけたところ。ぐんと上がってね。そしてその後の、もう2段階、もう1段上げた後のサポートとしてやっぱり機能してますので、0.22 ドル。この赤いラインですよ。ですから日本円で言うならば、27、8円ぐらいです。そこら辺が最終的な防衛ラインとしてね、捉えられるかな。そこをやっぱり割れ込んでしまうとね、ガラッとさらに、大幅下落を、やっぱりここで出来高が入ってますので、大幅下落を起こしてくるかなという感じはね、あとここでもほら、わかりますよね。出来高が入ってきてるでしょ？ですから、ちょっと大幅下落を起こすかなと。0.22 ドル。つまり27、8円割り込むとね、そこは注意をしていきましょう。 OK ですか？ですから、ビットコインが3万ドルあたりをつけると、この 0.28。ですから、ここが買い目。日本円で言うと32円とか、そこら辺、32円とかそこら辺で、一旦分割。いいですね。そして、その後割れた後の 0.22 ドル、27、8円ぐらいで分割。これが、まあ、ステラのね、下落してきた時の分割買いのエントリー場所として、押さえておいて申し分ないんじゃないのかなと。で、赤いラインでリバウンドしてきて、くれればね、ある程度利益が取れていくでしょうから、ここら辺で握ったものに関してはね。そこで、まあ、そつなく、利確をしていくなり、ある程度長期保有で考えてらっしゃる方であれば、まあずっと握っていただくなりっていう形でね、いいのかなと思います。はい、それぐらいでしょうかね。とにかく今はビットコインの基調によりますから、上だ下だってちょっとはっきり言えません。そこが本当申し訳ないんですけれども、ちょっと相場し泣かせのね、相場になってますので、一応目標価格だけは言っておきます。ビットコインに釣られるよ。単体で上げるんだったら青ラインを突破するっていうのがまず前提条件でございます。単体で上げるんであればですね、よろしくお願いいたします。はい、次行ってみたいと思います。次はトロイでございますね。トロイでございます。はい、トロイね、最近取り上げたらまたこれパーンとね、朝食カーンと上がってきましたね。取り上げた直後ぐらいに上がってきたので、あれまた始まったかビットマン TV のあれがみたいなね、形で、私自身は思ったんですけれども、ちょっとね、こう何が要因なのか、この上げがね、他にも通貨的に言うと、こういった瞬間的に上がったものもあったらしいので、あとなんかコメントでもあったんですけれども、クジラ様がね、間違えて、差し出と間違えて成り行きで入れてしまったんじゃないか説もね、ちょっとありますよ。で、ですけれどもね、それにしても、いい場所に今いるんですよ、トロイ。まずね、いいですか？こちらドルベースで行くならば、0.012 ドル付近を推移しているような形になっておりますね。で、MACD 線並びに RSI 値もね、いい形で、ほら、右上がりになっているでしょ、ゴールデンクロスを起こして。で、やっぱりね、この黄色ライン効いてきましたね。やっぱりこの、わかります？トップをつけた後、トップをつけた場所があるでしょ？トップをつけた後に、ある程度サポートとしてね、ここは転換をしてますよ。で、その後の、ぐーっとね、上がってきた後の、一気に、チュドンって落ちてきた後のサポート。サポートです。くらえ、バーンチュンみたいな、ね、形で効いてますので、ここもそうです。くらえ、チュンみたいなね、形で効いてますから、ここがとにかくレジスタンスサポート転換戦でしょうと。ってなったらね、やっぱり、昨日の大幅上昇の時を考えると、ヒゲつけてやっぱりガーンと戻ってきてますよね。このチャートで言うと、gate.io だったら、もうね、かなりやべえところまで上がってました。やべえところまで。4.8 円ぐらいつけてましたか？一気に、gate.io だったら 4.8 円ぐらいまでつけてましたので、今の3、4倍の値段をつけて、パーンと瞬間的に戻ってきた感じ。もしそこでね、いわゆる何ですか、売ろうかな、4.8 円ぐらいで売ろうかなって考えてらっしゃった方であれば、ワンチャン引っかかって、かなりの大幅利益を取れたんじゃないのかなと思いますけどね。なかなかそういった形で差しね、いわゆる利確ポイントをね、設定していた方も少ないのかなと思いますけれどもね。で、ごめんなさいね。あとは、今の様相でいくと、日足で言うとね、このね、短期の移動平均線と中期の移動平均線がちょうどローソク足の下に今待ち構えている状態なので、ここをね、起点としてもう一回上を狙っていける可能性はこれありますよ。実際問題 0.018 ドルまでは、日足レベルで言うと何も抵抗体が基本的にはないので、そこまでは持ち上がっていけるかもなっていう雰囲気はしております。今の状態でいくならば。で、他の、ちょっと、あれも見ていきましょうか。4時間足レベルでも上をね、遮るようなものはないですし、陽線をね、何時間連続かで、どうでしょうか。
1、2、3、4、5、6、6、1日、ですから20時間連続でぐーっと陽線をずっとつけていて、今ちょうど黄色いラインをサポートとしてね、機能している形になっておりますので、これはね、短期の移動平均線ゴールデンクロスを起こしかけているでしょ。これゴールデンクロスを起こしているので、上にもうちょっとぐっと上がってくればサポートとしてね、転換してきて 0.018 ドル。ここを狙っていけるような形は今、データ的には見受けられます。ですからワンチャン、FX 短期勝負ちょっとかけても面白い感じかなと思いますね。で、一つ気になるのは RSI 値がね、77をつけていますので、ここがどうなのか、RSI 天井的なものを確認すると、ちょうど底付近の値位置になってるんです。いやいや、まだありますね、全然ね。82とか、そうですね、82が一番上でしょうかね。直近で言うならば。そうですね、82あたりですので、もうちょっとね、まあ、上昇してきてもいいかな。ですから、0.018 ドルぐらいまでは、狙っていけるかなと思いますね。実際まで。あとは、1時間足レベルでも、もう遮るものがないので、これはロングチャンスでしょうね。で、もし割れてしまった場合は、すぐ逃がしていただいてもいいかなと。もしくは、この、長期の移動平均線であるとか、短期の移動平均線が、サポートとなってね、転換してくる可能性がありますので、割れたとしても、もし割れたとしても、この短期の移動平均線がちょっと支えになってね、もしくはこの中期の移動平均線、黄色、ちょっと見にくいですけど、黄色の移動平均線までヒゲでポーンとつけて戻ってくる可能性もありますので、そこら辺をね、実践として割れたらね、損切りをしていくのがいいのかなという感じがしております。トロイに関しては、これどういった通貨かね、知りたい方は、私の再生リストの中にね、入っておりますので、そちらをね、参照していただければと思います。再生リストの新通貨ご紹介の中に入ってます、トロイが。そちらを見ていただければどういった通貨か分かりますのでね、結構長期的に見ても、期待の通貨であるんじゃないのかなと思いますけれどもね、取り上げてる通貨基本的にそういった通貨が、多いですから、金額も安いですし、余力がある方はね、ある程度仕込んでいっても面白いんじゃないのかなと、今年いっぱいぐらいまでちょっと見ていってもいいかなという形がするんであればですよ。まあ上昇からね、結構もう落ちてきましたので、最高値どれぐらいつけてました？ 0.038 ドルですからね。今からで言うと3倍ぐらいはね、今からで言うとね、金額をつけていた状態なんですよ。今から3倍ぐらいの金額をね。ですから、そこまでね、落ちた感じ。まあ、6割戻しぐらいはしている感じですもんね。ここから、やっぱり、青いラインを突破して、くれば盛り上がりがまたちょっと出てくるかなと、トロイ単体で考えてもですね、そこは期待をしていきましょうということでよろしくお願いします。今いい形ですので、上目線ということで、捉えておいていいでしょう。はーい、次行ってみたいと思います。次は、ジムでございますね。ジムを見ていきたいと思います。どこにいるかな？はい、ジムちゃんでございますね。こちらでございます。ポチッとな。はい、ジムですね。これはもう私何遍も言ってますけれども、基本的には買いの候補通貨の一つですね。このジムに関しては。やっぱり使用用途も、こう広がりつつありますしね。NFT マーケットシンボル基盤の、みたいな形で作られてましたし、NFT マーケットプレイスがですよ。ですからそういったことも加味するとね、あとはほら、決済手段としても結構ね、前々から、かなり早いっていうね、話はやっぱり聞いてましたので、そういった決済手段としてもね、使える要因にはなるでしょうと。で、あとはやっぱりこう、大きな一つの要因としたら、やっぱりこう、あちらですよ。財布でのね、取り扱いがあったんですけど、やっぱりまだビットフライヤーとかね、あちらコインチェックとか、あとはビットバンクもですかね。あそこら辺のね、上場がまだ始まってないので、そこら辺でね、上場された時の期待感は、まあ大きいのかなと。あとは、どうです？バイナンスもまだ板取引ができない状態なんですかね、おそらく。ですからそこら辺でのね、やり取りが行われれば、ある程度強さが出てくるんじゃないのかなと思っております。やっぱり注目度自体は高かったので、これは厚めの通貨ですよ。本当に申し訳ないんですけども。ですからあまりね、まあ、チャート分析的にはね、基本的には私、相場師としてずっとやらさせていただいているんですけれども、ある程度参考にね、していただいて、まあここはね、ご理解のほどちょっとよろしくお願いしますね。参考程度に聞いていただいての形でお願いいたします。でもそういったものを加味しても、ジムシンボル、これは買いじゃないかなと思いますね。やっぱり底値をつけた感もちょっとね、ありますので、どうでしょうか。どこら辺ぐらいまで下がりました？ 0.13 ドルぐらい。ですから日本円で言うならば、16、7円ぐらいまで落ちてきた形になりますので、結構ね、落ちてきたなと。で、さらに言うとね、今ね、下降ウェッジを上抜けした状態。で、ビットコインがここで大幅に崩れても、基本的にはこの下降ウェッジのサポートラインぐらいでね、止まっていくんじゃないのかなと思いますので、やっぱり 0.1 ドルぐらいまでは、まあ、下を見ていてもいいかなと思いますけれども、そこまでいったらさすがにね、
0.1 ドル、12、3円でしょ。買い型の方がやっぱり買い意欲として出てくるんじゃないのかなっていうね、感じもします、実際問題は。うん、まあ、もし入れるんであれば、一応ね、フルぶち込みじゃなくて下落用にね、一応、ジムに関しては、何枚ぐらい購入をしていこうかなっていうのね、ある程度こう、決めていただいて、フルぶち込みはせずに、ちょっと資金をね、プールして、もし下がってきた時用にね、取っておくのがいいんじゃないのかなと。ビットコインがまだ上昇基調に乗っかってないのでですよ。うん、崩れたら、やっぱり 0.1 ドルとか、このヒゲの 0.13 ぐらいまで落ちてくる可能性がありますので、そこは注意。うん、でも直近で見るならばね、これね、安値を切り上げていっているので、実際問題、どうです？短期ね。短期での、gate.io では、ジム。当然、このジムはね、取引ができるような形になっております。gate.io では。んですから、もしね、アカウントを持たれてらっしゃらない方は、まあ、アカウントを作るぐらいはね、ただですし、3、4分ぐらいでできますので、私のリンクにね、貼っておきますので、ぜひとも、そちらの方ね、ご活用なさってみてください。よろしくお願いします。まあ、今ね、ちょっと gate.io が、ちょっと後で言いますけれども、わちゃわちゃしているので、そこの絡みがあるのでね、どうなのかな、という感じなんですけれども、まあ、その時にね、ちょっと言いましょうかね。で、今その、ジムに関してはゲート .io でね、板取引もできるような状態になっておりますので、短期でちょっと多めに仕込みたいなとかね、いう方がいるんであれば、結構勝負をしていってもいいのかなという感じもしております、実際問題。はい。やっぱりこの青いラインを上抜けしてからの 0.3 ドルぐらいまではね、ちょっと見ていける形にはなっておりますので、これまで ここまで下がってくるとですよ。うん、ですから、0.、どうでしょうか。2、3ドルぐらい。まあ、ヒゲまで加味すると 0.24 ドルぐらいをつけた後のサポート転換を確認してからロングインをしてね、0.3 ドルぐらいを狙っていってもね、ちょっと面白いかなと思いますので、で、もし割れてしまった場合は、現物であれば逆に、現物であれば、うん、長期保有目的にスイッチしてもいいんじゃないのかなと思いますよ。結構安値での短期 FX の掴みラインですから、うん、もし割れたとしたらね、あ、もう短期目的で考えていたけど、うん、ちょっとこう、スイッチして長期の現物にね、ちょっとスイッチしていこうかなという形でもいいかなと思います。結構安値で仕込めたっていうか、考えにね、持っていける方であればですね、OK ですか？ですからそこら辺はある程度臨機応変に。うん。基本的にはまあ 0.3 ドルぐらいを、まあまあ強いので目指していけるかなと思います。あとはやっぱり国内取引所でのね、扱いがあるよってなったら一気に跳ねると思いますので、そこに対する期待感はやっぱり持っていけるでしょうと。うん。ビットコインに釣られて割れるんであれば 0.13 ドル付近を注意。うん。サポート、この右上がりの斜めの黒いラインまで落ちてきたら、押し目買いポイントですね。ここは、意識をしておいてください。よろしくお願いいたします。はーい、次ですね。ファイルコイン、ファイルコイン見ていきましょう。うん、ファイルコインですね。ファイルコインなんですけれども、これもちょっとチャンスですね。うん。ただいまの価格がいいですか？ちょっと4時間してみますよ。90ドル付近を、推移しております。で、私が一応ね、案内したすぐ後ぐらいにね、一気にパーンと跳ね上がってきましたね。70ドル付近から、今94ドルぐらい高値が。ですから90ドルぐらい。ですから1枚あたり結構いい値段取れましたよね、おそらくね。2000円から2500円ぐらいの間で利益が取れていってるんじゃないのかなとね。今もし私が言った時から買われた方であればね、結構いい場所ですよとおそらく言っていたと思うので、うん、2000円ぐらいの利益が取れているんじゃないのかなと。で、今もう一度ね、ここをサポートとして上に目指していける可能性がこれはありますね。うん、4時間足レベルで言うならば、やっぱりこの黄色のね、中期の移動平均線がサポートになりかけておりますので、ここをサポートとしてね、上。つまり100、これ言いましたね、120ドル付近。まあ、このね、右下がりの高値を結んだライン上ぐらいまでって言っておきましょうか。そうですね、高値を結んだライン上。ですから、今のドルベースで行くなら、115ドル付近まではね、まあ、この4時間足レベルでは狙っていけるかなという様相はしております。実際問題。OK です。で、ちょっと1日足見ていきましょう。ここで押される可能性がちょっとありますね。でも、そうですね、ちょうど115ドル付近まで、この一気にバーンと上げていったのが、この長期の移動平均線をちょっと水平に保っている状態になってますので、やっぱりこれもね、110ドルから115ドルぐらいはね、狙っていけるかな。ですから1枚あたりまたこれ2000円ちょっとぐらいのね、利益が狙っていけるフェーズに入ってます、ファイルコインに関して言うと。 OK です。ですからちょっと余力がある方で FX 並びにね、ちょっと現物での短期枚数多めに仕込もうかなという方であれば、上目指せるかな、形になってますよ、これは実際問題。オッケーです。ちょっと1時間足も軽めに見ていきましょうか。うん。1時間足レベルであれば特に問題ないので、もうそろそろしたらね、サポートとして機能してきて、ビットコインが、うん、このまま耐え切るんであれば、パーンとね、一気に跳ねる可能性はありますから、ちょっとそこに対する期待感をね、持っていきましょうと。目指すべきラインは115ドルです。で、もしこれ、いいですか、ここまで急激に上げてきているので、長期の移動平均線がぐーっと1時間足レベルで上がってきて追いついてきてるでしょう。ですから、逆にこれね、90ドル割れたら、この青いラインを割れたら結構即逃げでもいいかもしれません。損切りしても。うん。支えとなるラインがちょっと今、1時間足レベルで見当たらないので、1時間足レベルで行くと即損切りがいいかなと。で、4時間足レベルで行くならば、そうですね、4時間足レベルで行ったとしても中期の移動平均線が追いついてきてるんですけど、割れたら長期がまだほらこの74ドル付近をさまよっているので、一気にこのね黄色いラインぐらいまで、うん、落ちてくる可能性がありますので、割れたら損切り。うん、
冷やしレベルではちょっと耐えきりそうなね感じもしますよね。うん、80ドルぐらいで一回持ちこたえられるかもなっていう雰囲気はしますけれども、一旦はこうやっぱり割れると下目線が強くなりますから、まあ割れたら損切りをしてね、もし持ちこたえるんであればもう一回ねロングインをしていただいて上を狙っていく、もしくはもう一回この青いラインを上抜けしてからロングインをしていくっていう形でもねいいかなと思いますので、ちょっとファイルコインに関してはチャンス通貨だよと、うん、短期 FX 並びに OK ですか、下落よりも上昇の、うん、方が強そうな形がねこれはしておりますので、ちょっと勝負をねかけたい方はかけてもいいかなという感じがねしております。はーい、次行ってみたいと思います。サクサク進みます。まあ、今ファイルコインはちょっと強いですね、いい形で仕上がりそうですよ。そしてアーベでございます。アーベ見てみたいと思います。はい、詳しい分析に関してはそこが最後ですかね。あとジャスミンとテンセットに関してはある程度軽めにね見ていきましょうと。で、アーベに関して言うならば、ただいまの価格が383ドル付近を、うん、推移しているような形になっておりますね。で、アーベ、やっぱりこれディファイ関係のね銘柄での注目通貨の一つですので、まあこれはね結構余力がある方であれば金額もほら高いでしょう、今1枚あたりが、うん、ですから余力がある方のねまあ買いの通貨として捉えておいてもいいんじゃないのか。1枚あたりだから4万円ぐらいするような形になるので、結構枚数仕込みたい方はね結構かなり余力がある方じゃないとなかなか難しいのかなと思いますので、そこら辺はまあでもほら何、まあ、1枚もしくはそのなんていうんですかね、アーベにぶち込むお金よりも他の草コインとかね、あの安いアルトに仕込みたいなって思ってる方であれば、まあ無理して買う必要もないのかなと。ただやっぱりディファイ銘柄で私のね期待の通貨の一つとしてこれ取り上げてますので、あちらです、私のチャンネルの再生リストの新通貨のご紹介でも入ってますし、あとはチャンネルのトップの方にもおそらく上がっていると思うんですけれども、今年ビットマン TV 期待の通貨としてね、動画作ってますので15分ぐらいの動画ですから、まあある程度パパッとねチェックをしてみて、その中にアーベ入ってます、アーベが入れてます、私、うん、期待 できるでしょうと。でやっぱりねこうねビットコインの下げもあったんですけれども、なかなかほら動じずに、うん、このね、レンジ相場内を推移しているっていうのは分かります。それがやっぱり強さをちょっと物語ってますよね。であとはこの292ドル、これは前も言いましたけれども、うん、この300ドル付近のラインってかなり硬いんですよ、うん、ですからここをね加減値としてもう一回やっぱりこれ上をやっぱりレンジをね作っていける可能性も当然ありますので、一旦の買いのね推奨ラインは300ドル付近です。300ドル付近、うん、ですからもしね今ねこれね冷やしレベルで言うと基本的には短期とかね、ごめんなさい、長期の移動平均線、あとは中期の移動平均線が上に覆いかぶさっている状態ですので、ビットコインがねまあ弱含みにならなくても、もしね今のネイチをステイしたとしてもちょっと一回もしかして押されて落ちてくる可能性がありますので、その時はねある程度現物としてね仕込んでいってもいいんじゃないのかなと。であとはどうでしょうかね、ちょっと4時間足レベルで見ていきましょうか。うん、まあ結構注意するところは結構限定的なのかなと。まあ高値をね切り、あ、ごめんなさい、安値を切り上げていっている状態での高値一定値、まあ形的にはもうビットコインとか他のね、アルトとほぼ似ているんですけれども、一応ラインは引いておきましょう。うん、こういう形ですね。高値は一定値でこれ押さえておいていいですかね、それともこう右下がり、まあ一定値でしょうね、ここまで来るとね。まあここで入れておきましょうか。うん、ですから、オレンジのラインですよね。うん、ですからこれアセンディングトライアングルをね、まあ今こう、あ、アセトラですよ、を作っているような状態になっているので、この412ドルを上抜けすると、下、あ、先ほど冷やしではね、ちょっと上が抑えられていたんですけれども、4時間のこの、うん、アセトラの方が形的には強さが出てきている感じもしますので、チャート形状的に。うん。ですから412ドルを抜けたらね、535ドルというこの値値を狙っていけるかな。もしくはここら辺で一旦押されますかね。やっぱり、ここで押されそうですね、一旦はね。ちょっと一回下げておきましょうか。ここ付近ですね。400、まあ、500ドル付近って考えていってもいいのかなと。ここ付近ですね。ここで一旦やっぱり押されるでしょうから、うん、そうですね。押されるでしょうね。やっぱりレジスタンスとして効いていますし、うん、ここもレジスタンスとして効いてますよ。で、あとはここでね、サポートとして効いてますから、500、490ドルぐらい。うん。ですから1枚あたりね、もしね、412ドルで抜けた後に FX 並びに短期で勝負かける方であれば、490ドルぐらいで一旦ね、利確をしていってもいいのかなという感じがね、しております。結構綺麗ですね、アセトラがね。これ上を試していくと、まあ抜ける可能性がありますよ。イーサリアムに似てますね、やっぱりね。うん。まあ似てるでしょうという形です。まあこれぐらいでしょうかね。アーベに関しては。まあ強い。もし、このサポートラインを割れてしまったら300ドルぐらいまでの、落ちはちょっと想定をしておいた方がいいのかなと思いますので、そうですね。300、結構ほら、支えとなるラインが何もないからですね。今、長期の移動平均線がちょうど、この300ドル、このサ、あ、ごめんなさい、サポートライン上にね、今引っかかっている状態ですので、やっぱりこのラインを割れてしまうと300ドルぐらいまでの下落は注意しておきましょう。ですけど、ビットコインが結構耐え切ってくれれば、上をね、目指していく可能性があります。単体で。うん。ここは期待感をね、
持っていけるんじゃないのかなってね、形がしております。あまりにも口が喋りたさすぎて、持っていけるを持っていけるって言ってしまいました。申し訳ございません。いきます。次行ってみたいと思います。ジャスミーですね。ジャスミーちょっと見ていきましょうか。ジャスミーこちらです。ちょっとこれゲート .io のね、チャートなんですけども、今これかなり復活してきてますね。お、戻ってきたっていう感じ。あ、いや、戻ってきてないですね。すいません。ちょっと見にく、あ、結構戻ってきてましたね。戻ってきましたね。大幅下落をね、起こしていったんですよ。ちょっとごめんなさいね。見にくいかもしれません。どこぐらいです？先ほど夕方の、ですね、5時ぐらいに、終わりで20、安値が、どれぐらいですかね。26円ぐらい。これ、26円です。円建てです。26円ぐらいを、つけていた。あ、その次がまだ安値。ごめんなさい。4円、 24.329 円、ここを安値としてつけてましたね。ゲットできた方おめでとうございますと。私もちょっと入れました。はい、私ね、ツイッター、あ、ごめんなさい、テレグラムで無料のね、オープンチャット開設しております。名前はパイナポー TV です。で、リンクをね、こちらテレグラムですから、もし持たれてらっしゃらない方、テレグラムね、インストールダウンロードしていただいて、パイナポー TV というリンク貼っておきますので、コメント欄と、あとはツイッターもやってますので、ツイッターの方にね、もう一回貼っておきますので、気になる方はね、そちらをに入っていただければ、結構ね、面白い情報がたまにありますし、今600名をもう超えたあたり、620名とか30名ぐらいですかね。結構ね、お優しいお兄様お姉様方がかなりいらっしゃいますので、結構意外とね、新しい情報とかもゲットできますし、わからないことも聞いていただければね、結構解決できると思います。結構皆さんね、本当に優しい方が多いなと思って、本当に私ね、嬉しいございます。ですから、もしね、仮想通貨業界に入りたての方で、聞くとこがないなとか思う方であればね、結構活用できるんじゃないのかなと思いますので、ぜひともね、活用なさってみてください。よろしくお願いします。はい。で、コメント欄にね、貼っておきますね、コメント欄に。で、ジャスミンに関しては今戻ってきて40円ぐらいを、つけているような形になっておりますね。で、この下落の要因、ちょっと日足でも見ていきましょうか。ちょっとごめんなさい。週足でも見ていきましょうかね。結構なかなかね、落ちてきたと。週足で言うなら、ビットコインがね、上がってきた。どうでしょうか。ここら辺ぐらいですか。これは上場後ですので、一番初めのラインはね、上場後ですから、そこは抜きにして、400円ぐらいまで行ってたんですもんね。これ円ですよ。上はドルですけれども、400円ぐらい。で、ここが200円ぐらいですので、高値が200円、どれぐらいですか？いや、ごめんなさい。高値が200円じゃないですね。300円ぐらい。ここが400円ぐらいですので、高値がね、300円、200円ぐらいをつけてたんですよ。で、今考えると、40円なので、やっぱり結構ね、落ちてきたなと。で、ちょっとこれ、ごめんなさい。ラインをこれちょっと入れてなかったので、右下がりのね、右下がりの、いわゆる、わかりますよね。右下がりの。こういった形でね、右下がりの下落のね、チャンネル、平行チャンネルを描いているような感じになっているのかなと。で、そこでの下限値で多分止まって上がっていってるんじゃないのかなっていう雰囲気もね、これちょっとしておりますよ。OK ですか？ですから、今からね、どういう風な形で仕上がっていくのか、ここですね、300円ぐらいをつけてグリーンと落ちてきてます。で、下落の平行チャンネルを作っていたところの下限値で多分止まってカンと跳ね上がってきてるんですけれども、やっぱりこの移動平均線がね、これ、日数的には5日、10日、30日ですので、ちょっとかなり短期間ですけれども、すべてね、上にしょっかってる状態ですので、もしかしたら押されてね、もう一回落ちてくる可能性もあります。ですから、下でもしね、20円ぐらい、25、6円、27、8円ぐらいですかで握られた方であれば、一旦もう離してね、ちょっとこう利確をしてみるとかね、そういった形でもいいのかなとも思いますので、で、また落ちてきた時にリバウンドを狙って、反発を狙って入っていただくとかね、で、ちょこ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 稼いでみる的な形でもね、意外といいのかなと。で、なんでこれ落ちてきたのかっていう話なんですけれども、おそらくこれが要因じゃないかというふうにね、言われております。いきますよ。ごめんなさいね。こちら、Jコイン、ジャスミーくんという方のね、ツイートの中で上がってたんですけれども、ゲート .io、今見たところ、ゲート .io です。で、このジャスミーという通貨は、ゲート .io で取り扱いがあります。あと、あちら、ごめんなさいね。ちょっとド忘れしました。バイビットではなくて、ビットルー。ビットルーでも扱ってますかね。ちょっとごめんなさい。そこの確認が取れてないんですけれども、gate.io では扱いがあります。で、ここ、これ今回ね、ちょっと昨日のね、これ、どれぐらいです？昨日の朝の9時ぐらいに流れたニュースなんですけど、もしかしたらこれね、が下落要因じゃないのかってちょっと軽めに言われてます。gate.io に今ね、ログインすると、表示される文言があるんですよ。で、何が、書いてますね。何があったのか。ホルダーは忘れず移動をって書いてますけれども、ここ、上から下に流しますよ。これ。このね、左側に英語。この文言が出てくるらしいです。らしいってなんで言ったかって言ったら、いいですか？まずこれ読みましょうか。ジャスミーの取引は、いいですか？規制要件により、現在お住まいの地域では提供されていませんと。つまり日本っていうことですよね。で、口座にジャスミー残高がある場合は、90日以内に出金してくださいと。で、これ結構前から、
ちょっと何日間か前からずっと言われてるんですけど、ずっと90日で動かないっていうのもありますよね。これも他にコメントをしてましたね。私のバディがね、いや90日から動かねえじゃんみたいな、うん、それどうなってんのってね、いつまで経っても90日だったらこれフェイクというよりも一応建前として出してんじゃないかっていうね、考えもなきにしもあらずなので、ちょっとわかんないですこれ、うん、で、あともう一つ、私基本的にはアプリで取引を行ってるんですよ、このゲート .io に関しては。ですからほら、先ほど皆さんに1個ぐらい作ってもいいですよとね、このゲート .io のまあ説明欄の方に入ってますので、そちらね言いましたけれども、このアプリだけで私基本的には取り扱いを行ってます。で、そのアプリの方を開いてもね、出てこないんですよこの文言が。で、一回ログアウトしてもう一回入り直したら出てくるのかなと思ったんですけど、それでもちょっと出てこないので、ちょっと何がね、起こってるのかっていうのがちょっとまだわかんない。で、あとはセーフムーンとテンセット、うん、この二通貨に関しても出てくる。で、出てくるものと出てこないものがあるらしいんですよね、パソコンの画面で。例えばほら、ジャスミンを買おうと思って今パッと押すじゃないですか、パソコンでですよ。そしたらさっきの文言が出てくるらしいんですよ。で、テンセットもセーフムーンも出てくるらしいんですけど、他の通貨で出てこないものもあるから、なんかちょっと謎すぎてわかんないという形が今あるんですよね。ですからちょっとはっきりしないので、もしね、本当に取引ができなくなるかもなって思う方であれば、一旦ね、セーフパルウォレットとか、例えばメタマスとか、ああいうね個人が持たれてるウォレットの方に移してみた方がいいかもしれないです。うん、本当に取り出しができなくなる可能性もありますし、ちょっと私はね、ちょっともうちょっと90日って言ってますから、角度の高い情報が出てくるかなと思いますので、そこまで待ってみようかなと。3ヶ月後ぐらいでしょ。ですから不安がある方はね、ちょっとこう注意をしておいた方がいいかな。で、取引自体も、できないことはないのでね、ちょっとどうなのかなと。やっぱりほら、あれですよ、バイナンスとか、あとほらバイビットですよ。あそこでほら、日本の金融庁から注意が言ったでしょ。あれを見越して、もしかして建前として入れてるっていうね、可能性もありますので、ちょっと日本の方々は控えてくださいねという意味でですよ。ちょっとそこは、はっきりはしないんですけど、その可能性もあるかなと思いますので、ちょっとね、分かり次第ね、こう、出していこうかなと思いますので、そこはね、ご了承ください。で、それ考えても、ジャスミーね、今ね、これソニーの方、簡単に言いますと、ソニーのもともとお偉いさん方がね、大きく関わっている通貨らしいんですよ。新通貨のご紹介では挙げてないんですけれども。で、そこに対する期待感、ソニーがね、関わっているので、もともとお偉いさんが。もしかしたら日本の取引所に取引、上場するんじゃないかという噂がね、ちょっと流れていたんですよ。で、私の目測で言うと、そこまで簡単なもんじゃないですからね、おそらく日本の取引所に取引されるって、上場するっていうのは。ですから、それよりも前に、だからそれがあるので、あまりね、楽観視しすぎるのも、ちょっとまずいですよと。まあもしね、買い煽りをしてる方がいるんであれば、私はちょっと、んって、どこをそれ根拠に言ってんの？ソニーのだって日本のお偉いさんが関わってるんじゃないんですか？これ、上場するのほぼ確定でしょうって言ってる方がもしかしたらいるんですかね？ちょっとわかんないんですけれども、もしそういった方がいるんであればね、ちょっと疑問が湧きますよね。それだけの要因で進めている方がいるんであれば、ちょっと、私はね、と思いますね、と思いますね。まあ、いないことをね、願うんですけれども、うん。ちょっとそれはね、ちょっと買い煽り的な感じがね、しますから、ちょっと注意した方がいいかもしれないです。やっぱりある程度、角度のね、高い情報、だから、あまりね、上場に期待感を持っていける、例えばほら、なんて言うんですか、あちらです。サンドとか、あとはあちらです。REVV とかね。あれに関してはまだ、例えばコインチェックとかと提携を行っているっていう要因があるので、その上場という目はね、あるんじゃないかっていう予測ができるんですけれども、じゃあジャスミンに関して言うと、要因がもともとコインを作っているのがソニーの関係者っていうだけでじゃああるのかなっていうね。ちょっとそこは疑問かなと思いますので、もしね、そういったことを言っている方がいるんであればね、ちょっとこう自分、ご自身でね、調べてみるのもいいかもしれない。その人はその人なりにね、何かしらの要因がもしかしたらあって言ってることかもしれませんけれどもね、私はちょっとわかんないな、という、それに関してはね、結構そういった、この、誰が関わってるかっていうことで、じゃあ、日本が、あ、じゃあそれ取り扱いしましょうかって、そんな簡単な問題でもないとは思うんですけれどもね、ちょっとそこは、いるのかいないのかわかんないですよ。そういうセリフを吐いてる、言っている方がね、いるのかいないのかわかんないんですけれども、まあちょっと気になるな、ということでございますね。で、それを考えると、じゃあジャスミーどうなのか、ソニー絡み、じゃあ通貨としてどうなのか、よくわかる使用用途で使えるのか、どうなのか。で、あとですね、ジャスミーの本体自体も、なんかメールで、ジャスミーがですよ、メールで、もうソニーとは全く関係がありませんって多分明言してる。これは角度が取れ、私も角度、見ました。なんか、ソニーとは、うちは全く関係がありませんというふうに、出しているらしいんですよ。ってことはもうそのソニーっていうね、目もつぶれてんじゃないのって思いますから、
うんって思いますね。ちょっとね、まだわかんないので、でも本当にね、上場するかもしれませんし、ちょっとそこはわかんないので、これはご自身のね、判断で購入をしていくのがいいのかなとは思います。うん、ですけれども、まだそういった期待感をね、持てるという意味での上昇もまああるかもしれませんので、ある意味ほら、10分の1ぐらいになってるでしょ。で、それを見ながらね、あとはほら、ジャスミーってどういった通貨なのかっていうのを確認しながら、今後やっぱりこれ使っていけるし、日本でね、いつか取り扱いがあるんじゃないのか、日本人が大きく関わっているからっていうのをね、ちょっと考えながら、もしそこに未来を感じるんであれば購入するのがねいいのかなと。私は今回はね大幅に下落をしてきたので、まあリバウンドをちょっとしてきて利益がちょっと取れればいいかなと思ってちょっと握りました。うん、ですからある一定のところまで上がっていったら、利確をしていこうかなと思いますね。うん、だから上場がどうのこうのという話は抜きにしてですよ、それは感じております。うん、それは思っておりますので、よろしくお願いいたしますね。まあまあ上場論に関しては結構難しいですからね、基本的には。うん、上場するかどうかという話は難しいですので、そうですね。なかなかちょっとこう、私もね、いろいろ言ってますよ。サンドのこととか、他に REVV とかね。うん、これはまあ、いや、提携しただけでじゃあ上場するのか、これもまあ、わかりませんよ。わかりません。ですけど、そこに対する働きかけは、少なくともジャスミーよりはしてるんじゃないのかなと思います。わかります?だって、ね、ジャスミーとじゃあ提携をしたかと、他の国内の取引所が、してるんですかね?してるんだったらごめんなさい。してるんだったら私の、確認不足です。うん、してたらごめんなさいね。してるんであれば、その目はあるんじゃないかなと思います。うん、してるね、提携をどっかの取引所としてるんであれば、やっぱり、今後ね、その関係、その絡みで何かしらをしていこうという意図があるんでしょう。国内の取引所、例えばコインチェックだったらコインチェックでね、ほら、サンドとか、あとは REVV、アニモカブランズっていうところと提携してるじゃないですか。あとはチリーズとかね、ああいったところと提携してるでしょ。だから、ああいったところと提携しているということは、後々その商品をね、何かしらで使おうとしてるわけですから、じゃあそれ絡みの通貨が上場してくるっていうのは自然な流れとして、意識として出てくるんですけど、そういったところですね。まあ私が言いたいのは。うん。だから、上場っていうのもね、なかなか難しいです。特に日本は。うん。だからまあ、でも逆に裏返すと上場すると、かなり羽がね、期待できるでしょうから、そこに関してはね、まあまあ、いろいろ精査しがいがあるのかなと思いますので、じっくりとね、まあ、10個、考えてみた方がいいですよ、ということはね、一応お伝えはしておきます。よろしくお願いいたします。はーい、次行ってみましょう。行きます。行っちゃいます。次はですね、テンセットを見ていきましょう。テンセットでございますね。はい。チャート分析はここで以上となります。で、テンセットも実はね、もう一個、見てほしいものがあります。はい、テンセット。まずチャートを軽めに見ていきますけれども、いいですか?テンセットなんですけれども、こちらでございます。あ、ごめんなさいね。こちらでございます。一気にね、今これパーンと跳ね上がりましたね。うん、これはやっぱりね、ごめんなさいね。ちょっと移動しますよ。4時間足レベルで見ていきましょうと。うん。あと、ちょっと動かないですね。冷やしで見ていきましょうか。ごめんなさいね。ちょっと、あー、来ました来ました。冷やしで見ていきましょうかね。先にね。冷やしで見ていきましょう。はい。冷やしで見ていくならば、トレンドを引きますよ。なんでここで反発してきているのかっていうのは、やっぱり推測しないといけないですし、うん。やっぱりこのサポートラインがある程度効いてきているのか。今、このサポートライン上でね、推移をしています。うん。で、あとは、ちょっと高値をね、結んだラインをちょっとこう、見ていきましょうかと。高値を結んだラインをね、こう見ていきましょうかと。いう形でございますね。はい、こういった形ですね。ちょっとごめんなさいね。ちょっとこう。はい、高値を結んだライン。はい、ちょっと厳しめにつけました。うん、こういった形になっておりますので、今ちょうどね、こういった上昇ウェッジをね、もともと作りそうだったんですよ。ごめんなさい、ちょっと切れてますけど、上昇ウェッジを作りそうな状態だったんですけれども、今ね、そこを下割りして、なんとか戻ってきました。戻ってきました。このサポートライン上に今回帰しているという状態でございますね。で、ここからやっぱりちょっと注意だけは言っておきましょうか、テンセット。やっぱりある程度ね、この、サポートラインですから、3ドルぐらいがやっぱり意識されて、あ、ちょうど3ドルっていう切り板でね、跳ね返ってきたので、これは前私言ってましたよね。3ドルから 3.2 ドルぐらいでの、跳ね、リバウンド。はね、これ結構意識してもいいんじゃないんですかって、おそらく3ドルから 3.2 ドルぐらい。やっぱりここのね、安値を切り、安値を結んだライン。このサポートライン上での買いはある程度熱くなってくるんじゃないんですかって言ったら、下落をしてきてからのポーンと今ね、跳ねが起こっております。ですから、今からこれね、この上昇ウェッジのこの上限値まで、持ってくる可能性がありますけど、一つ注意しておいてください。わかります？ここね、三尊をね、作りそうな形もしてますので、もしね、もう一回ね、この3ドルっていうライン、まあ、ちょっと大まかに言いますけど、3ドルっていうラインを割れると、ちょっとまた大幅下落をね、起こす可能性があります。ここら辺付近でしょうかね、雰囲気的に行くとね、まあ、出来高も入ってきてますし、ここら辺付近でしょうか、サポートもされてますし、やっぱり切り場の2ドル前半ぐらいまで落ちてくる可能性がありますので、これはちょっと注意をしておきましょう。注意をしておきましょう。OK ですか？ですから、今は実際問題、まあ、ある程度安値で 3.8 ドルぐらいですので、ある程度上昇ウェッジの中に回帰してきた、上抜けを狙ってね、まあ、長期保有目的で買っていってもいいのかなと思いますけれども、割れたら 2.2 ドル前半ぐらいまで落ちてきますので、そこは注意でございますね。で、まあ、これに関して言うとね、テンセットに関して言うと、やっぱりね、こう、なんて言うんですかね、今からね、いろいろ、なんか特大ファンダも、
今後入ってくるみたいな話もありますけれども、どういった特大ファンダが入ってくるかちょっとまだ分かっておりません。実際問題で今回ね、下落した要因はおそらくこれでしょうね。うん、ちょっとごめんなさい、戻りますよ。これなんですよ。これが要因だったのかなと。今日の5時頃に流れてきました。で、これで一回バーンと落ちてきてからの反発なのかなと。先ほど見ましたように、上昇ウェッジのね、下限値にタッチしてきた3ドルっていうね、切り板の値をつけたから、チャート上げてパーンといったのかなと思います。で、一回下げてきた要因はこれ。うん。テンセットですよね。CEO は読みますよ。システム上技術アップグレードを今月末に先延ばししたため、ね、独自の判断で MXC への、うん、テンセットとテザー建ての取引ペアの上場を先延ばしにしましたと。で、MXC 取引所皆様のご理解に感謝しておりますということですので、ちょっとこれがね、やっぱり下落からのサポートでの上昇のいわゆる要因でしょうと。ただ先延ばしにされただけでね、上場は取り消しますよって話はしてないので、これに関してはね、別にこうまたソルと一緒みたいな感じですよね。上場先延ばしがさらに先延ばしされる可能性もありますから、ここはちょっと注意をしておきましょうかと。 OK です。で、テンセットに関しても一応 gate.io でね、取り扱いがありますので、もしあちらですよ、テザー建てでね、売りたい方がいるんであれば、まあ、移していただいて売るのがいいのかなと思います。取引自体はまだ、ゲートドットアイオできると思うんですけど、ね、アプリはできましたから、うん、できると思うんですけれどもね、普通に。パソコンはちょっとどうなのかまだ確認してないので、わかりません。はい。アプリはできます。うん。ですので、そこはね、よろしくお願いします。まあ、テンセットに関してはね、まあ、それぐらいでしょうかね。今 3.8 ドル付近を推移しております。430円とか40円ぐらいでしょうか。ですから、まあ、長期保有目的でね、捉えておくのがいいかなと思います。どうしても買いたい方はですよ。うん。いいかなと思いますので、そこはね、急落、まあ、もし割れて、ビットコインに釣られて割れてくるんであれば、2ドル前半ぐらいまでの落ちは想定しておいてください。よろしくお願いいたします。はーい、それではね、本日のチャート分析は以上となります。そして重要ニュースいってみたいと思います。パフパフ、パフパフ、パフパフ、お願いいたします。パフ、お願いいたします。いきます。いっちゃいます。いっちゃいます。いきます。まずは一つ目、こちら、ポチッとな。はい。結構早く終わりかなと思いますよ。いきます。資産運用会社のラファ。うん。ここがね、ビットコインの持ち株をすべて捨てていた、売っていたというのが明らかになりました。うん。で、ちょっとずつね、こういった話も出てきておりますね。うん。いきますよ。イギリスに拠点を構え、うん。資産運用を手掛けるラファは、保有しているすべてを売却した後に、何とね、将来のビットコインの賭けを除外していないと発言していることが分かったと。うん。これはつまり、売ったけれども、うん。今後ね、またまた入る可能性はありますよっていうことを言ってるっていうことと同時でしょうね。うん。で、行きまーす。はい。6月6日日曜日のタイムズ紙の報道によりますと、イギリスの資産運用会社であるラファー社は、ビットコインの短期賭けで11億ドル、つまり約1200億円を手にしていたことが分かったと。うん。で、同社は2021年の2月にね、ポジションの半分を売却した後に、4月に保有株全体を売却したと主張していると。おー、もうすべてを。うん。1200ドルすべてをってことですよね。で、ビットコインが4月12日に6万796ドルを超え、史上最高値を記録したことを考えると、この取引は、まあ、ここ。まあまあ、これなんて言えばいいですか。自弁にかなったものと言えるでいいんですかね。と言えると。で、ラファーが仮想通貨から手を引いた理由の一つは、うん。ロックダウンが終わった後に、あ、これはなんかわかるかもしれません。うん。若者が積極的に取引を停止することを期待していることだというと。うん。ですから、今ね、お家にいるので、やっぱり若者がね、頻繁にパソコンとかで仮想通貨の取引をしてますけど、外に出るようになったらそれやめるんじゃないのってことを、まあ言ってるんでしょうね。で、同社は最初、2020年12月に6億ドルのビットコインの賭けを発表している。まあまあ購入しているっていうことでしょうか。で、ここ、下。ラファーの投資ディレクターである方ね、ハミッシュ・ベイリーさんは、同社が将来、ビットコインへの投資を排除することはないと主張していると。ですから今後入る可能性もまた全然ありますよと。で、まあ、落ちてきてからのね、2万ドル前半ぐらいまで落ちてきたらまた入ってくるんじゃないのかなと思いますけどもね、実際問題。うん。ベイリー氏は、このね、ネクストマネーの特集記事、うん、の、テスラが環境への多大なコストを理由に、うん、ビットコインの支払いをやめる。で、報じたように、大手電気自動車メーカーのテスラ社のイーロン・マスク、CEO が、同社は、電気自動車の支払いとしてビットコインの受け入れを一時停止していると述べたことに端を発し、ビットコインを取り巻く環境問題について、様々な情報が紛失し、ビットコインマイニングが環境悪化につながると報じられるようになったと。で、しかし、このベイリーさんは、これらを誤報として片付け、なるほどね、ゲーム業界、このテスラ社がなんか環境ってね、今言っているけどと、ビットコインが環境問題って言ってるけど、ゲーム業界は、実際にはより多くの電力を消費していると付け加えた。ですから、
から仮想通貨とかビットコインよりも、ゲーム業界の方がすごい電力消費してますよってね。で、さらに、最大 70% のマイニング企業が再生可能エネルギーによって電力を供給されていると述べて、これらの問題について誤報と述べていると。ですから、まあ、テスラ社がね、環境問題を理由にやめたけど、実際環境問題と言ったらゲーム関連の方が大きく使っていますよ、大きな問題ですよ、というふうにね、まあ言っておりますから、ここが原因でどうのこうのとかいうわけではないんじゃないんですかってね、ただ単に、今からを見越して一旦を利確しようと、一旦全て売却しようということでございましょうね。よろしくお願いいたします。まあ、ここはね、一旦頭に入れといてください。まあ、売りが入ったということですね。で、次行きましょう。はい、こちらでございます。ポチッとな。来ました。はい。あちらですね。お国レベルの話。南米のパラグアイの議員の方が、ビットコインの導入示唆とね、何とね、どういうことかとね、パラグアイ。やっぱりね、通貨として、自国のね、やっぱり通貨が不安定なとこほどね、やっぱりこういったところに走っていく、流れていくんでしょうかね。話題的にはね。南米のパラグアイが仮想通貨導入を示唆したと。またまたね。で、南米のパラグアイの、この、議員の方がね、ちょっとごめんなさい。カルリトスさんでいいんですか？この議員が、暗号、資産、ビットコインの導入検討を進めている可能性を示唆したと。で、ツイッターのハッシュタグで、ビットコインとペイパルっていう風に記し、以下のように述べたと。我が国、パラグアイは、みたいなね。新たな世代と共に前進していく必要があるみたいな。今こそ我らの時だみたいなね、形でございましょう。はい。で、世界を前に、パラグアイを革新すべく、今週、新たな重要プロジェクトが始動するみたいなね、形で言っておりますよ。で、上から下に。現時点では、ここですね。エルサルバドルのように、ビットコインの法定通貨化を目指しているかどうか含め、詳細は明らかにされていないと。で、6月には、6日には、エルサルバドルのブケレ大統領がね、ビットコインを法定通貨と認めるための法案提出を表明。まあ、これはご存知の通りですよね。歴史的な動きとして世界中の関心を集めたと。で、コロンビアやアルゼンチンなど、ハイパーインフレや不安定な経済情勢を抱える中南米諸国では、やっぱりそうですよね。自国の法定通貨の価値崩壊に対抗する手段として、仮想通貨の普及が進んでいると。やっぱりこういったお国ではね、より、こう必要性があるんでしょうかね。やっぱり自国の通貨に対するね、不安定な形が取られるのでね、やっぱりこの仮想通貨に必要性を感じているのかなと。で、仮想通貨分析企業のレポートでは、20年の9月時点で年間の仮想通貨の国際送金における利用が活発であることが確認されていたということですね。で、まあこの議員がね、ツイッターのアイコンに、まあ、最近流行っていましたよね。ビットコインの支持派を示すレーザーアイ、赤いやつですよ。レーザーアイ加工を加えている点も、注目されたと。で、過去には、上場企業として最大のビットコイン保有数を誇る、マイクロストラテジー社のマイケル・セイラー CEO や、アメリカ版のマネーの虎と称される、シャークタンクの司会者、ケビン・オレ・アリー氏らも、同様の加工を行っており、21年2月頃からクリプト界隈で流行しているということでございますね。はい。ですから南米のね、パラグアイでもビットコインの導入をね、今これ議員の方が示唆しているよということで、こちらはね、また国単位での話が上がってきてましたから、一応ね、押さえておくべきでしょうということでよろしくお願いいたします。はい。国単位での話がね、徐々にちょっとまたこれ出てきているので、何かしらの大きいね、話がまたポン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 南米の方とか、まあね、そういったところで、また上がってくるのかなというね、様子はしておき、取れますよ。で、最後のニュース、行ってみたいと思います。こちらでございます。行きまーす。ポチッとな。はーい。ノルウェーの財務大臣がね、いいですか、仮想通貨に大きな関心を示していると。で、ビットコインはブレイクスルーを起こす可能性がある。ですから、破壊的な何か、が起こるんじゃないかと。ですから、まあ、上の期待感の方でしょうね。破壊的な何か上昇要因が起こるんじゃないのかってことをこれ言ってるんでしょうか。簡単に言いますと。いきますよ。で、まあ、すぐ終わりますよ。ノルウェーの財務大臣が、ビットコインがね、突破口を見出す可能性がある。何かしらの破壊的な突破口を見出して、上にパーンと跳ねるんじゃないかってことで、まあ言ってますと。で、ノルウェーの財務大臣が、はい、ビットコインがブレイクスルーをね、経験する可能性があると考えており、財務大臣がノルウェーでも、国際的にも仮想通貨にね、大きな関心があることは間違いないと述べていることが分かったと。ノルウェーという国がね、仮想通貨、まあビットコイン自体に関心を寄せている、財務大臣レベルが言うことですからね、結構大きいと思いますよ、これは。で、ノルウェーのジャントーレ・サナー財務大臣は、財務省は、サナー財務省は、先週実施されたインタビューで次のように語ったと。仮想通貨は、ある時点で、いきますよ、とね。現在知られているボラティリティを超え、ブレイクスルーの時期を経験するでしょう、みたいなね。はい。時間の経過とともに発展する可能性があることは明らかで、絶対的に明らかでございます、みたいな。で、それにより、通貨の安定化メカニズムをより多く得ることができ、まあ、ボラティリティもね、抑えられるでしょう、と。で、わずかに長い期間でより大きなブレイクスルーと激動につながる。
可能性があります。お願いいたします。みたいなね、形で語っております。はい。で、これ上から下にね、サナ財務大臣は、当分の間、仮想通貨は消費者に参入を進める市場ではないと述べてる。ああ、なるほどね。まあ、まだ入る必要じゃないんじゃないね。必要ないですよ、と。うん、まあ、さすがにね、これね、進めるとちょっとまずい感じ、形もね、するんでしょうかね。うん、で、仮想通貨が適切に規制されるまでは、うん、まあ、ルール作りがね、行われるまでは、仮想通貨が主流になるとは思わないと付け加え、仮想通貨も、まあ、犯罪者にね、人気があると述べていると。で、これらのようなリスクも十分念頭に置いている、サナ財務大臣だが、なんでひらがなみたいなね、サナ財務大臣だが、人々がビットコインに投資するかどうかを自由に決定できるべきだと述べ、まあ、半分進めてんじゃん、みたいなね。仮想通貨は、まだお金の代わりとして使用される準備ができていないと強調し、次のように意見している。ノルウェーだけでなく、国際的にも仮想通貨に大きな関心があることは間違い。間違いありませんぬ。しかーし、だね。これまでのところ、それは支払い手段としては不適切でした。これまでのところ、みたいなね、形でございます。ですから、今後はわからないけれども、これまでのところ、みたいなことをね、言っているんでしょうかね。まあまあ、海外のね、先ほど南米のパラグアイもね、そうですし、エルサルバドルでもね、そうでございましょう。何かね、国単位での支払い手段として起こる可能性もありますので、ここはね、まあ、期待感を持っていくべきなのかどうなのかっていうのはね、ちょっとまだまだわかりませんけれども、国単位での話が上がってきているっていうのはね、これは当然、プラス要因として捉えていいんじゃないのかな、っていう形をね、しております。はーい、それぐらいでしょうかね。まあまあまあ、ノルウェーもね、こういった形で財務大臣レベルが発言をしているということで、まあ今後、まあルール作りがね、行われた暁にはということでございましょうか。それが行われた暁にはいろいろな期待感がね、持っていけるんじゃないんでしょうかっていうことをね、おそらく言っていると思います。はーい、それではね、本日の第2部の配信をここらで、切りよく終わっていきましょう。そしてチャンネル登録者の方はですね、いきますよ。なんと、なんと7954名ですかね、を突破したところでございます。もうすぐでございます。皆様、あと50名を切ったところでございます。あともう少しで8000名に到達いたします。皆様の高評価であるとか、あとはバットボタンでもう全然ね構いません。あとはね、コメント、あとはやっぱりなんといってもなんといってもチャンネル登録のボタンをですね、ぜひともぜひともぜひともよろしくお願いいたします。 YouTube のおすすめ関連度が上がってね、やっぱり見ていただけてる方が多くなっていただければ幸いでございますので、やっぱり視聴回数に伴ってね、やっぱり上がってくると思いますので、視聴回数は上がってくれというね、形で私願っております。はい、申し訳ございませんね、話が長ったらしくなってしまいました。また今日も1時間半語り続けるというね、よろしくお願いいたします。はい、あとね、明日の朝なんですけれども、ちょっとね、時間もしかしたら初めて休むかもしれません。もしかしたら初めて休むかもしれません。2回はしていただきました。あのね、息子のね、あちらです、あちらなんですよ。参観日があって、ちょっとかなり早めに学校に行かないといけないので、もし上げれるんであれば、もしかしたらかなりちょっと短いね、時間の動画に。まあ、もしかしたら20分ぐらいのね、ある程度ほら、その日の夜に動いたね、動きとか、ちょっと簡単めにニュースをお伝えするか、形で、短めな動画が、もしかしたら休むかもしれませんので、ここはね、ちょっとごめんなさいね。ご了承ください。でも夜はやります。間違いなくやりますので、よろしく。なるべく上げます。うん、短い時間かもしれませんけれども、やっぱりね、やっぱりここはルーティンにしていきましょう。ルーティンにね。もし休んだらすいません。もし休んだらですね、よろしくお願いいたします。もし動画が上がるとしたら、朝の10時ぐらいに、10時か10時半ぐらいには上がると思いますので、よろしくお願いします。あちらです。チャンネル登録というボタンの横にね、ベルマークみたいなのがあると思うんですけど、あちらをね、多分設定していただければ、入ってきた時にすぐわかると思いますので、ぜひともね、そちらパチッと押していただければ、これ幸いかなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、申し訳ございませんね。本日の第2部を切りよく終わっていきましょう。明日の朝は先ほど言ったように、もしかしたら休むかもしれませんか、短い動画どちらかで行きますので、よろしくお願いいたします。はい、それではね、本日、月曜日、夜ね、ゆっくりしていただいて、ビットマン TV、ぜひともね、ご視聴なさってみてください。また配信時間がね、遅くなって申し訳ございません。でした。はい、それではね、お布団の中で聞いていただいて、ゆっくりね、睡眠のお供にしていただければこれ幸いでございますので、よろしくお願いいたします。それではおやすみなさい。バイチャ。